草なぎ剛です。結婚します。はい。今日、婚姻届をね、提出したんですね。まあ、お相手は一般女性でですね。はい。相手は、まあ、妊娠は今のところしてないんですね。はい。まあ、そういうことなんですけど、まあ、ファンの皆さんにとってはちょっと申し訳ないのかなっていうのは、まあ、あるんですけど、結婚します。はい。本当に、まあ、申し訳ない気持ちあるんですけどね。はい、あるんですけど、結婚どうしてもしたいんでね。はい。まあ、そういうことなんですね。まあ、元スマップなんですけど、まあ、スマップのメンバーで、まあ、今のところ、木村拓哉くんが結婚してその次になるっていうことになるんですよね。はい。まあ本当に結婚しますので、あ、まあ皆さん良いお年をお過ごしください。では。